お届けしております。あれ私スマホどこ行ったの、なんでそんなどっかでブー、やっほー、ただいま。そう、なんと私、なんとお寿司食べに行ってました。お寿司食べて超美味しかったってなって今ここにいます。でなんか一人で寝る準備するのなんか寂しいなって思ったから、みんなとお話ししながら寝る準備しようと思って、今はお風呂上がった後の頭で配信してます。頭配信、みずきかわいい、ありがとう。かわいい、もびさん、だるまありがとう。みゃんこ先生、頭、間違えた、頭じゃない、たい焼き、頭。明石家さんまさん、レインボースター。おやっきーさん、きのこ。あんさん、レインボースター、たくさんありがとう。レッドさん、きのこありがとう。実は集会してました。鈴木秀和さん、音符成田のシーン、いいね、ありがとう。今日起きた時びっくりした、なんで、あ、頭なくなった。その代わりお風呂上がりの私の髪の毛、怖っ。こっからちょっとちゃんとなっていきます。あれ、私スマホどこ置いた、ママが、ママがスマホ教えてくれてた。やっほー、頭だべ。ありがとうってママに送った。やっほー、ヘアオイル塗って、あ、ドライヤー忘れた。フリマロおバカさん、待って、このあれでもやってくれるの、貴族優しい。え、たくさんじゃん。そっか、みんな生え際配信だね。ナポリンさん、だるまありがとう。人体実験の人生方向おじさん、ウケるって、ありがとう。ウケる、そう、アラブの嫁になるからね。なん急に。ゆうやさん、きのこ。やまとさん、きのこ。人体実験の人生ほこんじさん、ミラボ。ゆうやたい焼き、ありがとう。え、もしかして通じた、寿司会。かわいいよね。フリマロおバカさん、ハート。成田の新氷、ゆうやきのこ、フリマロおバカさん、ハート。じゃじゃーん、私はあんず湯を結構ひたひたに塗って髪の毛。夜ご飯食べた、お寿司食べたよ。今日は言ってなかったけど6皿食べました。明日の朝は大丈夫です。明日はこないテカテカにします。で、髪の毛に、毛先中心に塗りたくります。明日は一日中お休みをいただいてるんですけど、やらないといけないことが2個あって、それはもうお役目ですね。私にとってはお役目で、
まあちょっと頑張りたいと思います。由美子さん結婚して、結婚ですか。ひい様お疲れってありがとう、ありがとう。福ちゃんレイボースターありがとう。冷蔵庫は明後日ですねみんな把握してくれて、あ、でも冷蔵庫の中身パシェちゃんとかパシェちゃんに預けようと思ってるんです。ようくん、小顔たん、ハートありがとう。福ちゃん、キノコありがとう。オイル派、あ、入浴剤さ、私あれちょっと バスソルト入れたよ。今日朝配信できないよ。今日朝配信、深夜配信になる。0時40、私は0時25分に起きたので。え、ビントロはなんかビントロなんて言ったらいいんだろう、なんかさっぱりしたって感じ。でも私縁側が好きだったな。のどくろも食べたかったけどなかった、覚えてなかったかも、忘れちゃったかも。デザート含めて美味しそうだったでしょ。ナノイーちゃんにします。あ、10月21日の3時間目ありがとう。え、頑張って。3日間5時半起き応援してる。今日から何があるの、頑張って。え、アプローチ、マジか。あ、冷蔵庫の中にパシッちゃう、やばい。そう、え、さっぱりした中華まん、中トロ、中トロ。福ちゃん、キノコありがとう。え、私中華まんって言っちゃった、もしかして。あー、でもお風呂あったかいのにゆっくりちょっと使って幸せでした。なんか割と久々にお風呂、入浴剤効果もあるかもしれないけど、いい感じだった。なっちゃんコンコン、フリマロバカさん、福ちゃんコンコン、結婚してんだよありがとう。ズーデスさんありがとう。やっぱそっか、少し酸味があるからさっぱりしとるよね。でもなんか私ビンチョウマグロなんだ、でビントロなんだ。囚人も見れない。10月21日全く当選しません。なんで？絶対あれだよ、複数時間買ってる。ビロコーさんハートありがとう。もうちょっと、あ、ここぐらい。でも今回から複数、私の配信って感じになってるね。メガネっ子だよ。こうや、目が回った、ウケる、ゴーグルがシャンカシャンめっちゃ事故、パーナソニー、暑い暑いです。めちゃ天井だった。 Q さんハートありがとう。え、イヤホン勢頑張って。 Q さんだるま、大湯さんハート、なおさんハートありがとう。ね、ごめんごめん、みんなのこと落としちゃった、ごめんね。ガチャンってなってもう全部が倒れちゃった。もうちょ
ちょっと支えてもらおう。あ、いける。これでリュウさんありがとう。ウリュウさんありがとう。ハートホワイトアチゴガチレインボースター。福ちゃんウケるウケる、ありがとう。見知らぬ天井第2話本当やん。 Q さんだるまごめんなさい、ここら辺でした。髪型大丈夫。あ、天井生物見えた。タラママニアさんかわいい、ありがとう。フォーユーさん音符ありがとう。ブオーからのどんからかしゃやん。天井バレた。私の天井が白いことがバレた。確かに倒れるのが床だったらどうし、床に倒れてたらさ画面割れてたかな。おし、おしくじめっちゃ美味しかった。おめめドジッコリコちゃん、コンセント、あ、分けてるよ、ありがとうってくれて優しい。うん、なるところだったね。ドジッコリコちゃん、トサカ、ナオさん音符ありがとう。実はちょっと鈴木ひとみさんに憧れてこの画角ですそう、私鈴木ひとみさんの配信フォローしてるんですけど、やっぱおでこじゃないですか。特にもうここら辺しか映さないから、あ、いいなーと思って、でちょっと憧れて、そう憧れました。なっちゃんコンコンハートありがとう。そう憧れました、実は。お習字が、え、ですよね。リーちゃんになれる、このスタイルで可愛いと思ってて。でも今は私ノーメイク中、ノーメイクなので、完成したらさすがに登場してますよ。リスペクトです。ドリミオさんいいね、ありがとう。圧を覚えないといけない。オマージュね。みんな。いかがお過ごしですか。すごいね、このさ星のさ、あの中、何、盛り上がりドルームのみんなめっちゃコメント連投してみてよ初見です。みのるんさんお疲れありがとう。わーわー作戦してみようよ。めっちゃなんかコメントの速さとかさ結構あれらしい。じゃあみんなウィーウィーって言ってみて。ウィー、え、パンイチで配信、いやそれはもう知らんいね。みるるさんハートありがとう。あ、すごいすごい、ウィー、あ、すごいすごい、あ、これ、え、結構いいんじゃない。わー、ウィー、初見です。おもろいおもろいおもろい、初めまして。お、ウィー、わー、おウィー、あ、すごい、これ結構みんなのおかげでこの数字上がっていくんじゃない。ウィー、え、すごいじゃん。ウィリー、誰、ウィリー、友達みたいな。でもこれがどう数字が上がるのかがちょっと私は実験したいです。私結構視聴者数に、リコチ大好き、読めてるよ、つけてないよ、ありがとう、みんな盛り上げてくれて、この数字がどう変わるか。あ、
すごい1404。ボビさん、マシャさん、ハート、ホーユーさん、ハートだるまありがとう。でも盛り上がったらさ、いいよね。ウィリー、バンホーレさん、ハートありがとう。ホーユーさん、ハート音符だるまありがとう。無駄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 、すごい、オラ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 、何でも言えばいいみたいな。トシさん、ハートありがとう。リコ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 、ポラ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 。俺が時を止めた。あ、でもスタンド使いおるね。タイちゃん、ハートありがとう。ボラ魚やん。あー、でもどういうあれで上がってるんでしょうね。選抜に泣いた、ありがとうございます。確かに。でもなんだろう、本当私も選抜メンバーとしてこうやっていろんなお役目に参加させていただけるのが本当嬉しくてありがたいので。うわぁ、ゆうや、きのこミラボーでおでこ光るかな。全然光ってないやん、ほら光っとる、なんか艶やか。フライヤーお揃い、やったね。コンコンありがとう。ミラボー、あたたたたたたた、ゴゴゴゴ。そうそうなんです。あ、でもすごい、え、おでこかわいい。ホーユーさん、ハートありがとう。え、でも1500、ざわざわ言ってる。マヨチたい焼きありがとう。おでこの輝きすごかったね。福ちゃん、たい焼きありがとう。視聴者数、コメント、ゲスト、あーで算出するんだ。すごい輝いてる。もうちょっとで乾きそうだけど。あー、ちょっと疲れちゃった。ちょっと休憩。あー、みんな、いっちゃん、ハートありがとう。ダメだよ、タワー投げたらどうなるのかなって。自由研究しようとしちゃダメだよね。どういうあれなんだろうね。あー、疲れちゃった。でもお風呂しっかり入ったことはいいことだ。明日はすることは、ちょっとみんなにお願いがあって、イベントとタワーのお礼、もうちょっと待ってていただきたいです。落ち着く時が来ると思うんですね。落ち着くのどうかな。自分的にファングフェスが結構大切だなって思ってるけど、でもそれまでにはなんだろう、イベントできるといいけど、あ、イベントのお礼したいなって思うけど、タワーのお礼がどうまとめたらいいかまだ未だに分かってなくって、ちょっと待っててもらえたら嬉しい。お値段やっぱしっかりお礼したい。特に16、17は土日だからね、まあ、ファングフェスが結構私的には不安要素が結構高いんですよ。だからはやとくん、お疲れありがとう。リコチのタイミングで大丈夫、ありがとう。そうね、ちょっとお役目ちょっと一旦落ち着くまで様子見だけど、でも
なんかもしリアタイで書いたりしてもいいんであれば、カラオケ聞きたい？本当？カズさんお疲れありがとう。ヒーさんもお疲れありがとう。え、そんな風に言ってくれるの？エト君も疲れてありがとう。私もみんなに歌いたい。あー、でも、あ、お仕事お疲れ様。いいね、私も一緒に寝ようや。いっちゃんハートありがとう。あ、すごい、直筆サインポスター、さすがじゃん。さすがや。ファング、え、忘れたの、寂しい。そんな、じゃあシャインマスカットの差し入れ待ってるそれ以上に多くを求めるやつ。あの生写真、あのメガネのメガネベレー帽が公開されたんだ。え、私写真あるっけ、写真あるっけって、ある、ある、絶対あるんだけど。私はほんとなんか夢のような時間をね過ごさせてもらってるわ。あれどこだ、え、私ね髪の毛今切りたいんだ。ちょっとだけだよ、ちょっとだけ切りたい。やめやめ、つぶちゃんの写真とかがさもう超可愛くてさ、今ちょっとベレー帽の写真探してます。いつあれ撮影したっけ、結構ね最近だった。わーみたいな、あ、そこで撮るんだーってなったの。かき氷食べたいな。土日月でかき氷あそこ空いてるからさ行きたいんだけどさ。あれあれ、いつ撮ったんですかあの写真。あ、ありましたありました。待って、ランダムリコチ絶対当たらない。あら、なんでリコチ、マナカさん、あー、ありがとう。キノコお利口さんってクジラトさん、キノコありがとう。今日ね前髪自分で切ってるって言ったら、人前に出る人は前髪を自分で切ったらダメって。おー、はーいって、ごめんコリーって、そっか、まあ確かになーって。自分の好きなアイドルが自分で前髪切ってたらどうって、私この前マネージャーさんにずっと前に聞かれたもんな。確かに嫌ですって答えました。確かにな、自分の推しメンが。あ、いいですね。送ります、これ全部。みんなツイートとかできるな。よし、小人さん、キノコありがとう。あ、慣れて余裕が出てきたらいいですか、ありがとう。私もボブとかさしたいけどさ、めっちゃボブをしてくれる、嬉しい。あ、リコチの面積がどんどん、はい、わーキラキラ。クジラとさん、ありがとうございます。ソラナルさん、ありがとうございます。ダルマフォーユーさん、キノコありがとう。え、チコシップ、ちょっとこれ少し写真撮っちゃおう、送っちゃろ、送っちゃろ。デスさんもさ、かなりさ山口弁出るわ。送っちゃろ、撮っちゃろか。
ありがとう、ソラダウさん、だるま、フォーユーさん、キノピオー。わー、もうめっちゃ眠たいけどね、みんなと話す方が楽しい。コロさん、たい焼きありがとう。そう、美容院の予約できないよ自分で。気にしすぎじゃない？あ、本当？でもなんか最近美容院行けてなかったから行きたいし、ちょっと短くしたいなーって気持ちです。ビッグボスさん、ハートありがとう、ありがとうございます。そうなんですよ、似合うかなボブ。でももうちょっとなんか大人になって、なんだろう、大人になって落ち着いたらしたいな。マニョチーミラボありがとう方言でちょ、チコシップしよう、うん、チコシップ、私こう結構ね、チコシップをチコシップチコシップなんです。クジラトさん、キノコ、フォーユーさん、キノコ、コンコンだるま、ありがとう。じゃあ今からチコシップしに行こう。にゃんにゃん、にゃ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 にわー、でもさ、したらすごい変わりそう。なんだろう、でも次のアーシャですね、タイミングだったら。もし昨日の一曲ここ良かったですか？にゃーん、ははは、シコシコ呼び定着、嬉しい、にゃーんをする心。お気に入りの店長が独立する？それは困ったね。瀬戸声響きました？よかった？覗いてる、よかったです。心臓止まる？もちろん、あー、そっかそっか、私いつでもいっぱいドライヤーしてるからおいで。ドライヤーしてるからおいでは違う、夏休みか、ね、冷風も、これなんか冷風と温風、暖房って言おうとした、温風が交互に来るんだよ。
パティーズさんハートありがとう。でもラストに冷風で締める。福ちゃんたい焼きありがとう。チコシーチコシー。ツーデスさんハートありがとう。え、司会者さん本当に優しくて好きだった。さっきのキノコありがとう。確かに顔出し NG かも。スカルプもあるね。確かに。共鳴しちゃった。ドライヤーとちょっとごめんなさい、ドライヤーと共鳴しちゃったってめっちゃ面白くない？うんうん、確かにぴゃちゃんと新芽多くてペペダルとかぴゃちゃんとね新芽だからすごい嬉しい。背中を押してよ一緒に、なんかつらえくじけそうな、くじけそうにな、んくじけそんな時に、くじけそうな時には風で二人で背中を押してよ。なんかさやかと工藤が背中を押し合う感じが私はすごい好きで、そこ同じところ、あの同じ歌割り新芽で嬉しいなって思った。ペダルと夢力も新芽だった。おもこいもあれは新芽か。クジラトさん音符ありがとう。いい感じ。共鳴しちゃったわ。こんちゃんちゃん、ちょめんなさい。ねえ、あ、見て。業務連絡してた。見て、ツルツルになった姫子様、ツルツル姫子様になったよ、みんな。え、昨日のリコチよかった、嬉しい。確かに、履歴配信の進化版だね、これは。福ちゃん、小人さん、キノコありがとう。ドライヤー、あ、ほんと？これいいやつ。あーでも確かにいいやつっていうか、いいやつすぎる。ありがとう、アンコロライブ全力でパフォーマンスした。でも暑かった、すごい。あの曲とか特に重恋から風を待つ、結構振りが激しい曲だから大汗になりながら瀬戸声を歌ってた。そう、やっぱりね、ドライヤーはでもね、軽いドライヤーも欲しくなっちゃう。うー、ふわふわしてきた。歯磨きしてサプリメント飲んだら寝れるよ。あとは洗濯物たたんだら。そこまでさ、ついてきてくれん。かゆい。そうなんよ、まつげとかにさ、そう、乗ったりしちゃったけさ、ちょっと困ったよね。
みずさんハートありがとう。ね、ひろや、きのこありがとう。え、まゆち、さやきありがとう。ふぐちゃん、きのこありがとう。ふるまろおばさん、ハートありがとう。ね、みらぼ、ほうゆうさん、きのこありがとう。おりちゃん、たいやきありがとう。ほうゆうさん、きのこありがとう。ゆうやんもきのこ、あ、違うよ、たいやきありがとう。ヘルメスさん、きのこありがとう。ふくちゃん、きのこありがとう。ふりまろおばかさん、ハートありがとう。こべとさん、みらぼありがとう。ゴルフ眠い。ふくちゃん、きのこありがとう。歯磨きしだしたの、タバコしてた。歯磨き決めるよ。器用ですか。気を抜ける。マーシー結婚せへ、頑張ったね。ふふふ、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 怖いのは箱が入る、うんかいのか、かわさがおはがかふふふ、ふふふ、ふふかわいい。食べとか食べれない。オッケー。うん、弱かった。なおかな。ふくちゃん、たい焼きありがとう。洗濯物さ、ちゃんと吊るすよ。徹夜した時の気分。
しかった。え、昨日よね、サンシャイン。もうなんか時間軸が分からなくなっちゃう。かゆいね、まるでもうずいぶん昔の時差ボケあるかも。あんゆうやたい焼きありがとう。お利口さん、かわいい。だるまありがとう。影虎さんたい焼きありがとう。福ちゃんきのこありがとう。ゆうやさんたい焼きありがとう。フリマロバカさんハートありがとう。あんまにょちキノコリスちゃんありがとう。ゆうや、福ちゃん、キノコちゃんありがとう。福ちゃんもキノコちゃんたくさんありがとうね。フリマロおバカさんハート、小人さんミラボー、福ちゃんたい焼き、クジラトさんキノコ、ゆうやたい焼き、成田のしんハート、福ちゃんたい焼き、成田のしんハート、大好き神崎わたらんさんハート、ツーデスさんハート、フリマロおバカさんもハート、わたあめさんハート、福ちゃんたい焼き、人体実験な人生ほこちさんミラボありがとう。晩ご飯食べて。福ちゃんたい焼き、フリマロバカさんハート、ゆうやゆうやはキノコ、毎日たい焼きありがとう。さっきはみんなありがとうって言ったゴルさん、福ちゃん、カズさんにホワイトアチコガチにありがとうございます。チキンヤロナナリのバカ、キノコにかき氷の旗にたい焼きありがとう。ゆうゆうゆうさんハートありがとう。そうちょっとね、突っ込んでいただけて嬉しいです。本当にでもね、私は今日は、昨日は10時過ぎに寝て起きたのは0時25分。そっから20分で支度してお役目行きました。そっからはね、いっぱいメイクしてもらってみんなと一緒に過ごしてお水とか飲んだりしたら、もうね、あっという間に時間がスイスイいったけど、まだ5時とか、まだ7時とか、まだ8時、まだ10時みたいな、あ、もう終わったのみたいな。あばら骨ガリオさんありがとう、レインボースター。タイさんもレインボースターありがとう。もうね、お顔は見れないけど明日はまたいっぱい配信するよ。岩田さんハートありがとう。そう、夜中、そうだよ仮眠してないね。そう言われたら確かに、そう言われたら私もぶっ通しでしたね。集合時間遅い人はね、遅かったけど、明日はもうノンアラよ。あやさんハートありがとう。確かに時間整備、確かにそうだ、全然大丈夫。選抜に入れた喜びとみんなと夢が叶った喜びの方が私は多くて、大きくて、あ、みんなで連番、お利口さん連番してたんだ。みんなと24時間って長いなって思いました。カットビ進撃さんハートありがとう。
うろうろしてたんかい。あでも24時間は戦えないですね。みんなに、ちょっと本当みんなには本当にちょっと今回の私の初選抜参加シングル、選抜で参加してるシングル楽しみにしててほしいな。はい、かわいいお顔、かわいいって言ってくれるの。あとはサプリメント飲むだけだ。あ、枕カバー変えるだけ。でもこっからがめんどくさいんだよね、動けない。あ、コンコンかわいい、ありがとう。10月21日ツーショット、嬉しい。ほーって。カズさんかわいい、ありがとう。ひーさまもかわいい、ありがとう。楽しみだね、じゃけしゃ楽しみです。あ、全身が見える。メガネ全体はこんな感じ。なんかおでこだけ配信に憧れてた。噴水に飛び込んだら面白かった。あーくそーって。ねえ、アザージャケットとかジャケシャもめっちゃ私も楽しみだし、アザージャケットもみんな楽しみ。ニエスってスケッチブックとか小道具ってオッケー？リアルのニエスは分かんない。ワンちゃん持っちゃダメかも。みんなどうですか？リアルのニエスってあんまないよね。アザージャケットはCD の時にジャケット写真あるじゃないですか。その時のジャケット写真とは別の写真に皆さんにサインをお書きしてお届けするっていうイベントがあります。選抜メンバーさんだけができる、楽しみね。衣装、そう、頭頂部欲しい。なんで？そっか、多分ダメだと思う。はあ、あ、そうなんだ。うん、富澤さん嬉しいです。アホゲーアホゲー、ねえ、もうみんなにはいっぱい楽しみにしててほしい。そういうのの参加の仕方、キャラーニ STU かな。でもまだ発売されてない。 HMV とかかな。 CD、 とりあえずね CD 買う系ですね。どっちが出たらCD を購入していただいたらできます。ちょっとさ、サプリメント飲んできていい？ふにゃふにゃふにゃ。
寝るタイプ。体になんか足りないね栄養素を補えたかなって寝ます。みんなお待たせ。え、ツーショット、え、そっか送料とかもあるのか、みんな大変だ。ただいま。確かにハート作りたいよね、みんなで一緒に。セメントやっほー。ゆうやーきのこありがとう。かげとろさん、たいだるまありがとう。あ、かぶり物もなんそうなんだ。過度な、なんか帽子とかならいけるのか。ゆうやたい焼き、ふくちゃんきのこありがとう。ゆうやきのこ、あ、手に持った状態での参加、筆談ボード等の使用希望されるお客様は、あ、禁止事項に書かれてるみたい。じゃあダメなんだね、手ぶらじゃダメ、手ぶらじゃないと参加できないんだ。ふくちゃんきのこありがとう。チキン野郎7人のバカレインボースターありがとう。ゆうや、たい焼きありがとう。きのこもありがとう。え、わかる、握手会私も復活してほしいなって思う。私人と触れるの好きだから。フォーユーさんハートありがとう。え、いいな、握手会ダメなのかな。11枚目シングルはどうだろう。ミシュオッパハートありがとう。ふたあめさんハートありがとう。ふくちゃんきのこありがとう。フリマロバカさんハート。ふくちゃんたい焼き。クジラトさんきのこ。コビトさんもキノコ。成田のシンハート。クジラトさんキノコ。リコチャージしてあげるよ。福ちゃんありがとうキノコ。フリマロおバカさんもおたあめさんもハートありがとう。毎日たい焼きありがとう。え、一緒に、あー、丸屋とか丸天の札を持ってニエスしたいけど、あ、缶バッジ、あ、なんか名札にしたらいいんじゃない。手に持っちゃダメだけど体につけるのはいいんじゃない。スキキオマスクもド NG ですね。ド NG ですね、それはもう。面白い。うん、そうなんだ、サプリの種類とか量。相談いいですね。手のひらに書くの、あ、いいんじゃない。手のひらに書いたら、たい焼きのかぶり物したいけど、私はいいんかな。過度なかぶり物。ふわー、みんな面白いよ。私みんなと話してめっちゃ楽しい。カツラするん、黒柳なぎテストさん、テスコさんのってもうめっちゃ、もうねむねむだ今。顔見せたいぐらいふわふわってしてる顔。ミシオパバラありがとう。じゃあもう寝よっかみんな。Tシャツにプリントしな。 Tシャツにプリントして、そうか、名札にするか、首から、そう、あのぶら下げるか、おててに書くか、適度なかつらでね。そうそう、面白い。ハゲづらい、あ、確かに適度な、角じゃないよね、これは適度。コンコンいいな、ありがとう。みんなおやすみってありがとう。マント短ければいいんじゃないか。いいさ、大丈夫。あにゃー、みんな今日も私の配信見てくれてありがとう。早寝ぶします。おやすみ、もう寝れる。おやすみみんな、見てくれてありがとう。私のお話し相手に
なってくれてありがとう。楽しみ。ツーショット撮れるのはリアルの話し会だけなので、ぜひツーショットも参加お待ちしております。私のあのお話し会、あ、スマの充電切れちゃった、うわっ、やらかした。もうぜひ今お話し会絶賛受付中なので、皆さんには来ていただきたいなって思います。カズさんありがとう、ありがとう。ドン、ちょっと充電器お借りしよう。そう、カズさんありがとう、ありがとう。明日はねノンアラで起きます。おやすみなさい。ぜひとも明日中にね、ちょっとリアルで着るお洋服をちょっと考えておきたいのでお待ちください。お願いします。実際参加してね、嬉しい。オンラインも実際の方もお待ちしております。あ、みんなにあのおすすめの部、この部は来ていただきたいなっていうのがあって、どちらも初日なんですけど、オンラインお話し会の方が11月4日の4時間目、これはオンラインお話し会のあの初日ですね。そうで、直接お話し会は10月21日の3時間目、これも直接お話し会で会える初日です。そしてツーショット写真会は10月21日の5時間目、そのリアルの幕張で行われるお話し会、10月21日の5時間目のツーショット、ぜひ来ていただきたいです。このね3つが今のところすごいおすすめで、みんなに選抜おめでとうって言っていただきたいし、すごい嬉しい気持ちとかね共有したいなって思ってるので、ぜひお願いします。お願いしたいです。待ってます。嬉しい。みんな髪の毛抜けちゃった。あ、でもみんなが都合合う時間で待ってます。でももし迷ったらぜひこの3時間はぜひとも待ってますって気持ちです。ありがとうございます。聞いてくれてありがとうね。じゃあ一緒にいっぱい写真撮ろうね。あー、ひー様、あれ、ありがとう、ありがとう、ちたけありがとう、かずさんもありがとう、ありがとう。じゃあありがとう、当選嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。お祝い待ってます。お、結果待ち、待ちやな、それは。ありがとう。じゃあみゃみゃみゃーん、みゃ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 ーん、みゃ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 ーん。じゃあね、39位から読み上げますよ。モビさん、ゴルさん、マイシャさん、トシさん、マリコワさん、マナカちゃん、ミノルンさん、マリミオさん、ユミコちゃん、ミズキさん、マーシー、フォーユーさん、オリちゃん、ナポリンさん、ボヤッキーさん、タイちゃん、ビッグボスさん、アヤトくん、タラモマニアさん、シーメンさん、ヤマトさん、レッドリコチさん、ナリタナシ、ヒーサマ、プリマロオバカさん、アカシアさんまさん、カズさん、アンさん、アバラボネ、ガリオさん、ホワイト、チコガチ、クジラトさん、ナッちゃん、コンコ、コビトさん、そして本日の秋元先生枠はチキン野郎7人のおバカ先生でした。ありがとうございました。タイさん、マニョチ、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はゆうやさんでした。ゆうやさんありがとう、3位。第2位は人生方向地さんでした。人体実験の人生方向地さんでした。ありがとう、2位。そして第1位は福ちゃんでした。福ちゃん1位になってくれてありがとうございます。楽しかったよ、嬉しい。みんなと夜の時間一緒にこうやって過ごせて、ちょっとお話とかたわいもない話ができて嬉しいです。これからも一緒にのんびりお話できたらなって思います。ありがとう。お、10月21日は時間枠ニュース関係なく集中放課、完売狙います。幕張でもリアル完売できたらすごいな、嬉しいなと思います。まあ、ありがとう、いっぱい話せたらいいね。ありがとう。みんなももしよろしければこの完売目指してるので
なんか少しでもちょっといっぱい話したいなと思ってくださったらぜひお待ちしております。リアル買います。嬉しい、ありがとう。おたねさんハートありがとう。じゃあ寝ましょう一緒に。みんな今日も夜配信もね見てくれてありがとうございます。また明日も頑張りたいので頑張りましょう一緒に。私もね頑張りたいこといっぱいあるので頑張ろう。では分かり待ってるよ。それでは行きますよ。お布団で行きましょう。それで行きますよ、せーの、お布団健やかに永遠お布団。あ、布団がいけんの。永遠お布団。ケイト屋さんレインボースターありがとう。おまるんやばい。おまるんなんやろってなるわ。おまるんやばい。おほしんやばい。おもろいわ。おふたん、おふたん今日全部星や。ふとがいけんのか。ふとみたいな星メイカーになった。おふたん。じゃあね、みんなまた明日のおわらで起きてメールで何時に起きたか報告します。ありがとうじゃあねみんな、おふたん健やかに。また明日。めっちゃ笑顔。わたやんさんハートありがとう。おほそん健やかに。